晴れ渡るこの沖縄の地で悲劇が起きました。どうもクーニンです。本日も沖縄自主トレの様子をお届けします。本日はマナの友達琉球大学 OB の白間くんと対決しました。大学を卒業したばかりの白間くんはサウスポー、まずは初球まっすぐでストライク、2球目打ってファール、思った以上に伸びてきます。3球目は変化球がすっぽ抜けてボール、2アウトなり、打ちに来たボールを左中間、2打席目なんと初球フォーク、2球目まっすぐ落とされ内野フライ、3打席目初球ボール、2球目変化球でストライク、ワンワンから来ましたフォーク、すっぽ抜けてワンツー、続く球はチェンジアップ、球種が多いです。スライダーか、ツースリーとなり、最後はスライダー。白間さん、正月から投げていただきましてありがとうございました。その後は木製バットでロングティここで宮川理論で打撃開花、アメリカ独立リーグを目指す竹原さんが乱入してきました。バッティングフォームめちゃめちゃ豪快です。ダウンスイングだったんで、かなりこんな感じだったんで、打球が上がらない、こんぐらいのイメージ。練習はどういう風にするんですか？そういうスイングを身につけるための整体打ち。整体打ち、はい、ピッチャーがこう来るのに対して整体するんですよ。それに対してちょっと竹原さん、独立リーグに行っても頑張ってください。続いてクーニンが軟式バットでロンティーですが、いつものビヨンドマックスキング2じゃない。実はロンティーの前の打撃練習でこのバット異変が。バット明らかにおかしい。さあ、今回異変があったバットはジョーダンのビヨンドマックスキング2なんですが、まずは正常なバットの音をお聞きください。続いて、明らかに音がおかしい。どうやら打診部のウレタン部分が破れているみたいです。長年使ってきた俺の初代ビヨンドマックスキング2が、あー、沖縄の時は壊れたバットしか持ってなかったため、マナのバットを拝借してロンティー。
そこで飛ばし方をつかみました。思ったけどね、アウトコースはね、先っぽで打った方がいいよ。そんぐらいのポイントだね、うん、これ飛ぶとポイントや、うん、分かった、これや飛ぶポイント、これや。よくいかないな。カズローの言うようにイメージとしては先っぽで飛ばす、先っぽで当てる感覚で打つといい感じに一番力の発揮ができるポイントに当たります。皆さんもぜひ試してみてください。おお、めっちゃ飛んだ。そして壊れてしまったビヨンドマックスキング2、こちらはクーニンが4年前に購入し気に入って今も使っているモデルでございます。このバットにはたくさんの思い出があります。藤沢八瓶球場の場外弾となったこの一発、横浜 DeNA ベイスターズのプロテスト体験で行ったロンティーもこのバット、高田 GM の目の前で柵越えを放ちました。試合でもハマスタで放り込み、神宮球場でも放り込み、僕の記憶に残る思い出のホームランはいつもこのバットが打たせてくれました。初代ビヨンドマックスキング2、ありがとう。最後にこのバットを手入れして終わりたいと思う。このバットは記念に飾っておきたいと思います。そしてこれからの試合はこいつが壊れた時用に買っておいたニュービヨンドマックスキング2で臨みたいと思います。4年間の思いが込み上げてきて非常に切なくなりました。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。